どうもトリプルナインです。本日の動画はこちらになっております。キラキラフリキュラアラモードキラキラトレーディングコレクションのカードファイルの方をご紹介したいと思います。このカードファイルはキラキラプリキュアアラモードキラキラトレーディングコレクション用のカードファイルになります。このエンスカイさんから出ているカードファイルを買うのは初めてですね。ではパッケージデザインの方を見ていきましょうか。まずこちらが前面のパッケージになってますね。後ろはこのようになっております。では中身の方を開けます。中身開けるとこのようになってますね。そしてファイルのここに台紙がありますので、これを取り外す必要がございますね。取り外すとこのような感じです。そして横面にはキラキラプリキュアアラモードと書かれております。後ろはこのようになっておりますね。では早速中身の方見ていきましょうか。このような感じになっております。4バインダーですね。4つのポケットがございます。これがたくさん中に入っておりますね。セット内容はこのように書かれておりますね。4ポケット収納ファイルが1冊、収納可能リフィル枚数18枚、カード収納可能枚数72枚になっております。ですのでカードファイルに入っている1つのリフィルの枚数が18枚になっていて、ポケットに入れるカードの数ですね、それが72枚になります。ちなみにファイルの中にはこのようなもうパッチ止めの部分がございますので、バンダイさんのカードファイルみたいに付け替えていろんなファイルをこの中に増やしていくっていうのは無理みたいですね。では前回の動画で全30種類のキラキラトレーディングコレクションが揃いましたので、この中に入れていきたいと思います。ちなみにカードファイルの入れ方なんですけども、まず開けてここのファイル部分ですね、まず1ページ目のファイル、ここに入れるんじゃなくて、この1ページ目の反対方向ですね、こちら側に収納するポケット部分がありますので、ここにカードを入れる形ですね。では全部埋めてみましょう。全30種類中に入れましたので見ていきましょうか。はい、このようになっております。カードのファイルの入れ方だとこのような見た目になりますね。ちょっと見えづらい感じになっておりますが、これが今回の仕様になっていますので、こういうファイルの入れ方と見方になりますね。もし最初に開けた部分で表面のカードを先に見たい場合は、はい、このようにカードの表面が一番最初に来るようにしてみました。やり方は後ろのカードの入れる位置を反対にして、カードの方向の面を逆にすれば、このようにファイルを開けた瞬間にカードの表面と裏面になりますね。うん、この方が見やすいですね。僕の使っているスマイルプリキュアのプリキュア DCD のカードファイルがあるんですけども、確かこのような見方の順だったはずです。やはりこのような見た目の方が見やすいですね。これが第1弾の30種類になるんですけども、まだ空きがあるんですよね。70枚ぐらい入りますので、つまりここから第2弾がこのファイルに入っていくっていう形ですね。第2弾はおそらく夏頃に出ると思います。いわゆる追加戦士が出る頃ですね。あの頃にはさらに種類が増えるんでしょうね。以上でキラキラプリキュアアラモードキラキラトレーディングコレクションのカードファイルの方をご紹介いたしました。もしかしたら第2弾用にもう一つファイルが増える可能性がありますよね。なぜかと言いますと、もしかしたら追加戦士が出てる時には新しいデザインになっているかもしれませんね。ということで今回これにて以上です。ありがとうございました。で皆さん次の動画を楽しみください。それではまた会いましょう。さようなら。